倉敷駅にやってきました。めちゃくそ暑いです。はい、ジョンさんももう日焼け止めクリームしないとね。はい、こちら倉敷にやってきました。それっぽいね。なんかめっちゃ混んでるお店もある。ちょっとリサーチしてないからな。すごいな。ここにね、豆柴カフェっていうのがあるはずなんですけど。あ、人力車来たよ。ほら人力車、倉敷っぽい。来ました、ここです。豆柴茶屋。本当素敵なんですけどね。あー、かわいい。おえー、いい感じなんですけど、雰囲気的にはね。あー、これやりたかったのに。これがもう、あー、これやりたかったんですけどね。もうチケットソールドアウトだって。残念。しょうがないよね。残念です。本当にチケットソールドアウトです。ちょっとさ、井上さんとかもやっぱね、3連休だからすごい混んでる。すごいいいんだけど、もうちょっとこれ平日とかに来るべきでしたね。もうなんで明日海の日なんだよ。はい、ここなんですけど、またね、雑誌に載ってた、雑誌っていうかインターネットでね。残念です。こちらに来たんですけど、こちらで卵かけご飯とかすごい有名だったんですけど、こちらも列並んでおります。ダメだこりゃ、ダメだ。しかもですね、あの卵かけご飯はまだあるみたいなんですけど、他のね、ジョンさんダメだと思うので、他のもの見たらね、もうソールドアウトだって。ダメだ。ハローキティに夢中になって出だし遅かった。ダメだ、どうしよう。しかもね、よくわかんないけどね、こっちももうね、ここ普通のなんか、あのインターネットに載ってなかったとこもただいま満席ですって。ダメだこれ。じゃあこちらのユリアンさんがめちゃくちゃ混んでて、もうソールドアウトにもなってるので、お隣の美観堂さん、アイスクリーム買って行って帰ります。嬉しい。うん、涼しい。じゃあこれ、岡山の桃、あ、白桃アイスクリームです。これ、なんとこれだけで730円でございます。一応ね、岡山といえば桃、桃太郎ですから。うん。まあ、確かに桃の、桃というかね、もうね、暑いんでね、何でも OK ですよ。溶けるからどんどん食べていきます。一応、あの、岡山県倉敷に来て、桃アイスクリーム、もうちょっと観光客狙いのぼったくりっちゃぼったくりだけど、まあ、うん、岡山の倉敷まで来て全く観光できませんでした。はい、このまま退散いたします。すみません。観光地に来るときはホリデーウィークエンドなどを避けて平日に来ることをお勧めします。船も乗れなかった。
岡山、卵かけご飯も食べれなかった。何しに来たんだろう。こんな旅行も、まあ思い出です。それでは、岡山の倉敷よりお伝えいたしました。それでは。これ、駅前のなんか、あれなんですけどね。中屋さんみたい。かわいいね、だからはね。はい、商店街ですね。はい。あ、チョンさん。こちら倉敷駅です。すっごい暑くて。あ、レミシー。あー。あれ。ようこそ、倉敷市へ。こちら倉敷駅の次のローカル駅ストップなんですけど、はい、倉敷に連れて行ったのにジョンさんは暑くてやる気がないって言ったのに、こんな全然観光地でもないところに目ざとくハードオフを見つけて急遽この中庄駅で降りるとか言い出して、もう自分の好きなことだとすごい頑張ってんのに、あんな観光の倉敷の美新地区だけ、あのあそこの昔のさ建物とか全然興味ねえとこみたいな感じで、熱くてとってもじゃないけどボートライドとかできないとか言っちゃってもムカつく。なんやねん、倉敷まで来てなんでハードオフとかブックオフとか来ねやならんねん。もうほんとやんなっちゃう。もっと真面目に日本を観光しろよって感じなんですけど、まあいいわ、涼しいから。チョンさん、ジャパニーズおにぎり。Oh, you did a good job! はい、じゃあおにぎりね。はい。Yes. 私はサンドイッチでございます。ハム。ハム。うん。うん。これから東京に帰ります。Mama sounds better. Yeah, of course. Alright. じゃあ無事に帰ります。